仙台東道路は宮城県仙台市で計画されている全長約7キロメートルの自動車専用道路である地域高規格道路の計画路線に指定されている仙台県の自動車専用道路は環状道路が仙台部道路放射状道路が仙台道路と命名されているそのため共用中の仙台東部道路が 仙台都市圏環状自動車専用道路の一部をなしているのに対し、計画中の仙台東道路は、仙台市都心部と仙台市東部を東西に結ぶ道路となっている。正式なルートは決まっていないが、構想では仙台市都心部から都市計画道路元寺工事副室線と並走し、仙台東インターチェンジと仙台港 IC との間で仙台東部道路に接続する。 安藤が検討されている。同様に仙台市都心部から放射し、東北自動車道に接続する仙台西道路との直結の可能性は定かではないが、完成後は西道路と一体的に国道45号及び国道48号のバイパスとして仙台市を東西に貫く基幹道路を構成するほか、宮城県と仙台市が一体となって進めている。 宮城野原公園総合運動場を中心とした広域防災拠点の機能向上にも資すると考えられる。また、この道路を介して仙台市都心部と三陸自動車道、常磐自動車道とが高規格で結ばれることとなり仙台駅西側の仙台西道路、東北自動車道とのダブルネットワークが構築されることで混雑、渋滞の緩和や災害時の迂回道路としての役割が 期待される仙台東道路は1990年代前半に構想が持ち上がり、仙台市の強い要望もあって1994年12月に地域高規格道路の計画路線に指定された。その後旧建設省が温度をとって仙台東部道路と一体的に計画を進めようとしたが、肝心の仙台市が1000億円とも見積もられる建設費用の年出に尻込みしたことや、 脱車都市を標榜したこと、また、仙台南部道路や仙台北部道路等の環状道路整備が優先されたことで、仙台東道路の計画は事実上凍結状態となっていた。ガソリンスタンドに並ぶ車等で混雑する仙台市内の国道45号線東日本大震災後には、広域交通網としての役割を十分に発揮できなかったしかし、導入区間となる。 予定の元寺工事副室線の整備が進んだことや2011年の東北地方太平洋沖地震を経て災害時の広域幹線道路と仙台市都心部とのアクセスの必要性が再認識されたこともあり仙台東道路の計画が再び取り沙汰された2013年12月19日に宮城県の呼びかけで国土交通省東北地方整備局宮城県仙台市 ネクスコ東日本東北支社をメンバーとする仙台東部地区道路ネットワーク検討会が開催されると三陸自動車道の利用者が震災前から倍増していることなどが報告され仙台東道路の建設の是非を含めた仙台市東部地区の道路交通網の将来ビジョンを2014年度中にまとめる方針を決定したしかしその後も建設に 積極的な宮城県に対して仙台市は消極的な姿勢を崩さず議論は平行線で膠着状態がしばらく続いてしまう時代となった市の消極姿勢は市道の上を高架橋で通す案が有力であるため建設費が高額であること三陸自動車道等の混雑は復興工事の減少に伴って収まる可能性があること 都心部へのさらなる車の流入につながること、仙台市地下鉄東西線を中心とした公共交通で市東部の交通体系を考えていること等が理由とされる。しかし、仙台東道路の整備による物流効率化や防災機能強化、交流圏拡大による観光振興等の必要性、重要性を重く見た。 国土交通省仙台河川国道事務所は2018年10月31日有識者らで構成される国交省諮問機関の社会資本整備審議会にて計画段階評価を実施した。審議会では事業の必要性が確認されつつも委員からは仙台東道路と仙台西道路とを直結する案仙台西道路とは直結せず新たに整備する環状道路を介して 仙台西道路に連絡する安藤の意見が出されたという。その後、仙台河川国道事務所は主に、宮城野区、若林区の沿線住民や石巻市、岩沼市等の地域住民、関係機関を対象としたアンケートを2019年3月まで実施した。アンケート内容は、現在の交通網が抱える課題や整備後の重視項目等、道路の必要性や、 整備方針に関するものであった。今後は初回のアンケート結果を踏まえて、ルート比較に関する2回目のアンケートを実施し、社会資本整備審議会で再度の議論を経て、対応方針の決定と事業化を目指すこととなる。ありがとうございます。